よし、今日の放課後は何するか。やっぱゲーセンっすかね。浅田はどこがいい？ああ、俺ちょっと達と約束があるんで。すいません、失礼します。おい、なんか浅田最近付き合い悪くねえか？ああ、なんか地元の不良の先輩と遊んでるらしいっすよ。え？あいつの地元の？ああ、そうなんか。それから津田は俺たちとの遊びを断り、地元の不良の先輩との付き合いが多くなっていった。そして学校をサボる回数も次第に増えていったのだ。よし、ホームルーム始めるぞ。あ、熱田はまた来てないのか。ああ、そうっすね。熱田、お前なんだよその格好。ああ、制服着んのなんかだるくって。あっさ、久々に学校に来たと思ったら制服も着ずに遅刻とはどういうことだ。ああ、別に俺の勝手っしょ。そうか、お前には厳重な処分が必要なようだな。おい、やべえぞ、停学になるぞ。どうぞご自由に。何言ってんだ、あつさ。なんか、俺の地元の先輩って学校なんて行ってなくて、で、その学校の先輩が言うには学校行く意味なんてないらしいんですよ。だから俺も辞めてもいいかなって。周りの人間の影響で簡単に自分の意見を曲げるとくだらん。ホームルームは以上だ。気にしない。なんだあの野郎。俺は退学でも何でもいいから、もう怖いもんなんてねえんだぞ。それから津田は処分が怖くないのか、次々に問題行動を重ねていった。この公式が一番大事だ。こんなんやっても無駄なんだよ。おい、亮、津田の野郎はマジで学校辞める気だぞ。でも、あんな問題起こしてるのに先生が処分なさるなんて不思議ですよね。まあ、確かにそれもな。あ、先生、津田大丈夫ですかね。そのうち、熱が冷めるだろう。勝手にやらせておけ。教室めちゃくちゃにしといた。おめえよ、なんで何も言ってこねえんだ。俺は早く退学になりたくて暴れてやってんだぞ。これは、ああ、松さん、亮、二人とも早く学校辞めて俺の地元の先輩と一緒に遊びましょうよ。でもよ。よし、お前らも教室直すぞ。おい、あつさ、マジで退学になるぞ。だから俺は退学したいんすよ。処分しろよ、小島。退学したがってるやつの手助けをなぜしなきゃいけない。ほう、じゃあこれならどうだ。
しよう。わかった。大学確定だ。学校なんて通っても意味ねえっすから。熱田は学校からいなくなり、俺たちからの連絡にも返事が来なくなっていた。いやどうするか、今日また熱田探し行くか。松田、これってあ、どうした。今日未明、都内の高校に通っていた少年 A が地元の不良グループ複数人から暴行を受け、手足骨折の大怪我を負う事件がありました。被害者の少年は、学校を辞めたら仲間に入れてくれる約束だったと話しているとのことです。続いては全国のお天気情報です。木原さん。これって、熱田？おい、行くぞ。それから俺たちは熱田の家に向かった。ダメだ、やっぱり熱田のやついねえよ。この辺でしばらく待ちますか。ああ、そうだな。はい。だから熱田のやつ大丈夫かよ。ああ。あ、あつさ、お前やっぱりあのニュースの、大丈夫なのかよ。すいません、なんか先輩学校辞めたら仲間に入れてくれて仕事もくれるって言ってたんですけど、また裏切られたみたいです。それでこれからどうすんだよ、お前。いや、もう何の当てもないっす。あつさ、お前らこんな夜遅くに何をしている？先生、なんでここに？明日も学校だ。早く帰るように。先生、あつさの。あつさの退学処分どうにかなりませんか。いや、それは無理っすよ。俺が殴っちまったんすから。俺が悪いんすから。なんだかつまらないこと言ってないで。明日遅刻するんじゃないぞ。吉田、松本、それとあつさ。え、いや、俺は先生を殴って退学に。何のことだ、忘れたよ。先生、よかったな、お前。よかったな、先生。よかったな。お前、怪我大丈夫か。大丈夫じゃない、先生。あ、作戦通りだ。約束通り金を払うよ。熱さのことをうまくそそのかしてくれてありがとうな。あ、それじゃまた。生徒からの好感度アップと。